こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けたという日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した、我々はレーダー照射はしていないという韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。 P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。 P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても、1機あたりの単価が高くなっていることは、一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として広範囲に及ぶ索敵を主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。P-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦双竜型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、
B1 はこの双竜をも探知できると考えられているのです。この探知能力は通常動力型の潜水艦だけなく原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある矛盾という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾を突いたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、双竜潜水艦が矛であり、B1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。B1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には、魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器をこの機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては、無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、B1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御用兵装が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。B1 哨戒機には量産化された機体としては、世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離は、なんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が、
効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが、70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。P1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海に2年前、突如として現れた黒潮潜水艦に度肝を抜かれたのを今でも覚えています。当時、海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中でした。防衛省からの発表もあり、南シナ海で
潜水艦の任務が発表されることは異例であり、それで覚えているのでしょう。しかも当時に発表されたのは、もう一つ、15年も前から偵察任務を行っていたという衝撃的な発表でした。これは南シナ海の海底情報を収集したのを意味するのでしょうか。当時の安倍政権の意図はわかりませんが、中国への牽制はもちろん、潜水艦の性能の差なども意味するのかもしれません。ではもう少し詳しく見ていきますね。今頃中国の潜水艦が日本領海で偵察行動しても遅いんですよね。2年前の2018年9月、当時の防衛大臣小野寺御殿氏の発表は世間を騒がせました。海上自衛隊としては、異例の潜水艦の居場所の公式発表ですから、驚きを持って受け止められたことは言うまでもありません。この小野寺御殿氏は、宮城県気仙沼市の出身で、2011年の東日本大震災では、自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として名前を知っている方も多いでしょう。防衛大臣を2回務めた人物ですが、どうせなら防衛大臣より、復興大臣になってほしかったという声も、ちらほらあったとか。当時、護衛艦、加賀、伊那津、ま、鈴付き、そして、黒潮、の、4隻が、南シナ海での、航行の自由作戦に参加していました。この、航行の自由作戦、ですが、やはりというか当然というか、アメリカが行っています。1979年、昭和54年から始まったと言いますから、40年以上も前からスタートしたものです。アメリカは、ある国が、領海や排他的経済水域などの海洋権益を過剰に、主張していると判断した場合は、その主張を認めないという意思を、表すため事前通告することなく、その海域を航行するというのが、航行の自由作戦、オーノップ、フリーダム、オブ、ナビゲーション、オペレーション、です。小野寺大臣の発表内容は、これだけではなく、日本の潜水艦の南シナ海への派遣は、17年も昔から、言っていたというものもありました。爆弾を投げたようなものですが、状況について詳しく紹介していきましょう。海上自衛隊で最大の大きさ、排水量を誇る艦艇は？と質問されれば、戦後初の航空母艦への改修が決まっている護衛艦、出雲、だろうと、言われる方が多いと思われます。加賀はその同型艦です。2019年、当時の安倍首相とアメリカのトランプ大統領が視察をしたことで、有名になった加賀ですが、2021年度末から予定される定期検査に、合わせて、航空母艦への改修工事が施工される予定になっています。加賀の現在のデータは、大きさを示す基準排水量が19500トン。満載排水量が26000トン。全長は 248M。全幅は 38M です。
海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、ヘリコプタール、デストロイヤーと呼ばれています。ヘリコプター搭載護衛艦 DDH と、かが、呼ばれている理由ですが、対潜水艦用の哨戒ヘリコプターなどを、マックス14機まで艦載できる能力が、あるためです。と言っても、海外ではヘリ空母の中に、分類されているようです。このような事実にもかかわらず、専守防衛が旨である自衛隊は、政治と現実の間で、あくまでも、護衛艦という呼称が象徴しているような建前論を根拠として活動しなければならないという、はっきり言って不自由な、立場に置かれていると言えましょう。駆逐艦ではなく護衛艦としているのは、第二次世界大戦時の日本軍を、連想させる単語を使用しないというこれも建前論から、生じた言い換えだろうと思われます。しかし、一例を挙げれば、戦闘機は、そのまま戦闘機と呼んでいるわけですから、不公平と言うべきか、ちょっと不思議な状態ではないでしょうか。このあたりに関しては、むしろお互いに仮想敵と考え合っている中国の方が、正直とも言えるようです。護衛艦加賀や出雲に対しては、中国はかなり早くから、航空母艦であるとして警鐘を鳴らしたり、逆に過小評価したり、上げたり下げたりを繰り返していますから。自国のことを棚に上げて、あれこれと他国のことを上げつらう中国の主張を真剣に考える必要はないでしょう。このコロナウイルスの件でもそれは、お分かりでしょう。かといって、日本が一方的に中国海軍を、過小評価して見くびってしまうのも油断大敵ではありますね。改めて、2018年の小野寺大臣の発表に話題を戻しますと、南シナ海での演習の意図を尋ねられると、約15年以上も前から、潜水艦を含む自衛隊艦艇がすでに、訓練を継続して実施していたと説明したのですが、彼の発言を、どういう風に捉えるのかで意見が分かれているそうです。発言の字面通りに解釈すれば、まさに15年以上前から海上自衛隊の潜水艦は南シナ海へ進出してきたということになります。では現在まで全く極秘にされていたのかだろうかという想像を抱かせることになりました。国民の中にそんな思いを抱かせる一方、別の解釈も考えられました。それは、潜水艦の南シナ海進出は、この時が初めてだったが、中国海軍を、牽制するために、わざと、こうした回答を防衛大臣自らが、言ったのだということです。この発言によって、中国が、一層、日本への警戒心を自他用と考えたのではないかという解釈です。どちらにしても真偽のほどは確かめようがありません。しかし、際限なく膨張を続けているような中国海軍に対して海上自衛隊所有の潜水艦の作戦行動範囲をあえて誇示することによって、日本の優位性を見せつけようとしたのではないでしょうか。というのは、加賀以外の最新鋭とは言えない潜水艦、黒潮も、参加していたわけですから、時代遅れの潜水艦であっても、南シナ海へ、進出できると、
公表することによって、もっと新型の潜水艦、例えば、そう、旧型潜水艦の性能や力を国内外へアピールする効果も確かに、あったと感じられるのです。中国は、すでに大量の主力兵器を所持しています。日本はこれらの主力兵器、戦闘機や水上戦闘艦、潜水艦などの数では到底叶いません。数で負けるなら、謀略で、というのは、真心の昔からの戦略ですね。日本には、広大な海のどこに潜んでいるかわからない潜水艦を用いることで、中国海軍の能力を分散する手段しか対抗手段が存在しないのかもしれません。護衛艦、加賀、ですが、航空母艦としての改修を終了し、空自が購入予定の F-35B ライトニングに戦闘機を艦上で運用できるようになるまでには、残念ながら、まだ時間がかかりそうですし、即戦力にはならないようですね。また、その F-35B ライトニングに戦闘機の運用可能となっても、年中艦載機として乗せておくわけではないと言われていますが、加賀の艦上に、そもそも、どのくらいの数の機体を乗せられるのかについても、未だに不明です。予想ですが、格納庫などのスペースを考えても10機前後では、ないかということです。正直に言えば、その数では航空母艦の打撃力という点では、はっきり言ってレベルが低く、高い有用性を見出すことは期待できないのではないかと言われています。もともと加賀や出雲には航空機の発着用のカタパルトはありませんでした。だからこそ長距離の警戒任務ができる固定翼機が運用できなかったのです。したがって哨戒任務は同時に艦載するヘリコプターか別の場所の地上基地から発進させる機体に任せるしかないと推測されます。加えて、母艦としての加賀や出雲自体を守る防空任務も必要になります。母艦を攻撃されては、戦闘機の帰る場所がなくなりますからね。その防空任務は、他の汎用護衛艦などを随伴させていく方法しかないと思われます。ということは、様々なクリアすべき課題があるというと、ですから、実際の運用にはかなりの制限がかかることになるという不安要素も存在しているのです。ちょうどというか、タイミングよくというか、航空機は第6世代を迎えようとしています。この第6世代機がどんな仕様になるのかと合わせてこれからも加賀や出雲などを改修した航空母艦が建造される流れになっていくのかも見えてくることになるのではないかと予想されます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。オーストラリア自国建造潜水艦建造計画がなぜ進まないのかを考察してみた。そこにはオーストラリアにも問題があることが分かってきた。と同時に台湾では建造に入って現在急ピッチで建造が始まった。静粛性は日本の次になるのかな？日本の最新鋭潜水艦タイゲイが進水式を終え、オーストラリアのある一部の議員の間で、やはり日本案がなどあるが。では詳しく話していきますね。他、移中政策の中、もっと早くに対中政策を打ち出すべきだったな。2019年末より発生したとされる新型コロナウイルスは1年になろうとしている現在でも収まる気配すらありません。それどころか逆に毎日毎日感染者が増えるばかりです。そんな状態の中、アメリカの原子力空母が運用停止状態となりました。そして、潜水艦内での感染も発生したと言います。原船内でのクラスター発生ということでしょう。狭く密閉された潜水艦は、換気もなかなか行き届かないと思われますし、コロナウイルスだけではなく、インフルエンザなどにも気を使って、過ごしている状況と聞きます。知っている方も多いと思いますが、潜水艦内の生活空間は、プライベートスペースは、わずかにベッド一つ分があるだけです。それも、寝転がるのが、せいぜいといった感じと聞きます。そんな中に、何人もの乗組員が生活しているのです。こんな状態ですから、潜水艦での感染は一気に拡大することは言うまでもありません。世界がコロナで大変なのですが、中国は人口が多すぎる。ので、こんな状況下でもあまり関係ないのでしょう。正直、代わりは、いくらでもいる。というぐらいの人口を抱え込んでいますからね。特に、現在、アメリカの原子力空母は機能停止状態ですから、すぐには動けないわけです。鬼の犬間に、といったところで、台湾海峡からいろいろと仕掛けてきているのも事実です。中国の動きも心配ですが、ここではオーストラリアの潜水艦計画について話していきたいと思います。この計画はもう白紙に戻そうとしているとも噂されるほど、はかばかしい進行がなく、ほとんど建造が進んでいないことがはっきりしました。フランスで新型潜水艦であるシュフラン級原子力潜水艦が進水式を迎えたのは2019年7月のことでした。このシュフラン級潜水艦を土台として通常動力型に改修する予定のオーストラリアのアタック級潜水艦建造にもようやく進展が期待できそうです。と言っても、このアタック級潜水艦計画は当初のスケジュールよりもかなり遅れが生じていることは間違いありません。
計画では12隻の建造予定にはなっていますが、経費は1隻5000億円を超える巨額になっており、実現できるのかどうかが危ぶまれているようです。オーストラリアの潜水艦計画は日本にも関わりのある事案でした。というのは、2016年にオーストラリアは潜水艦建造に関するコンペを行い、日本やドイツなども参加しました。一時は日本案が優勢だったのですが、オーストラリアとの貿易額1位の中国が横やりを入れたため、日本案は消えたと言われています。結局、フランス案が正式に決定されたのですが、その過程で、ちょうど日本の武器輸出のハードルが下がった時期と一致したので、日本は初めての武器輸出を行うのかという意味でも注目を集めていました。フランスの建造が遅れていることを理由に、日本案を逆転採用するのではと予想、期待する報道も一部にあるようです。しかし、現実的には、その可能性はほとんどないでしょう。武器輸出に関して日本は経験値がゼロですから、他国とは競争になりません。海自の主力兵器である潜水艦はオーストラリアへ推薦された。そう、流型が最近は毎年一隻ずつの確実なペースで建造されていますし、その次の型の3000トン級潜水艦もすでに建造が始まっています。そういった意味からも、オーストラリアに潜水艦を輸出する必要性は低かったという意見もありますし、仮に日本に決定していたら今頃はどんな状態になっていたのだろうと、むしろ想像すると冷や汗者だったのないかという感じもしています。ブルゴーニュワインやボージョレーヌーボー、ベルサイユ宮殿やルーブル美術館などのグルメや観光、文化の雰囲気が強いと思いますが、フランスという国は押しも押されもせぬ武器輸出大国です。しかも、NATO、北大西洋条約機構の主要加盟国にもかかわらず、伝統的に独自に兵器の生産を継続していますし、エジプトをはじめインドなど、多くの国に兵器の輸出実績を持っているのです。特徴的なのが、超大国アメリカと一線を引いた独自路線です。アメリカから輸入できない、コストが高くて買えないなどの戦闘機、ラファールなどが欲しいという国に、フランス製の兵器を導入しています。武器輸出という、事象を考えると、非人道的とも思えるのですが、ビジネスと、割り切ってフランスは行っているのでしょう。そういう方針の国を相手にしては、潜水艦を売り込むという立ち回りは、今の日本にはかなり無理があることだったのではないかと思われます。その反面、オーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明白な事実ですが、必要な兵器が自国で生産できないのなら、売ってくれる国から購入するしか方法はないのです。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇に関しては国内で建造していますが、次期戦闘機開発計画があるとはいえ、この分野では国内での製造はとても厳しいのではないかと推測されます。すでに、護衛艦の兵装など、その大部分を、
日本はアメリカに依存している状態ですから、オーストラリアの現状に他人事だと甲をくくっていることはできないのではないでしょうか。オーストラリアが本当にフランス案をキャンセルするのかどうかは不明ですが、仮にキャンセルした場合、潜水艦購入の選択肢はドイツからの輸入一択ではないかと思われます。2020年4月ですが、インドネシアが計画していた韓国の潜水艦購入を中止してトルコからの購入に切り替えるのではないかというニュースが伝えられています。そしてトルコが用意する潜水艦も、韓国と契約を交わしていた潜水艦も、もともとはドイツの潜水艦にたどり着くというのです。つまり潜水艦のベースはドイツ製潜水艦ということになると考えられるのです。トルコは韓国と違って燃料電池式の非待機依存型エンジンを搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められている国です。インドネシアはこのライセンス生産が魅力的だったのでしょう。もしこれが通れば、インドネシアの行為は国際的審議場から非難を受けることになりそうです。現在のインドネシアは焦りがあるのか、国を問わず各種の兵器を購入しているのですが、このままの路線で行けばいつか破綻が訪れるのではないかと危惧してしまいます。新しい潜水艦を欲しがっている国は多くあります。その調達の陰に、ドイツの姿が見え隠れしているように感じるのですが、実際のところは、一体どうなのでしょう。工業大国ドイツの製品が優秀なので人気があるのか、売り込みが上手なのか、などとも考えてしまいますね。フランスとドイツは、かつて何回も直接の戦争相手となった過去がありました。世界大戦では敵として戦っています。それにもかかわらず、新型戦闘機や戦車については、利害が一致しているおかげで、共同開発プロジェクトを推進しています。ある意味パートナー関係にあるドイツとフランス、オーストラリアがフランスとの契約をやめてドイツに手を伸ばしたりしたら、フランスとドイツの関係にどんな影響が出てくるのか、それも非常に気になります。オーストラリアのアタック級潜水艦は本当に通常動力型潜水艦として収益できるのでしょうか。常識の範囲をはるかに超えている購入価格もですが、費用対効果も含めて改めて注目し直すべき時期に来ているのではないかと考えます。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。そう、竜型潜水艦12隻がほぼ完成した中、大芸型潜水艦が進水式を迎えたことは令和2年のことだ。はじめこそ、大芸という言葉に違和感があったが、今では総竜型と並んで呼び慣れてきた。不思議なものですね。では、今回大芸潜水艦の魚雷について見ていきます。発射管についても見ていきますね。日本は通常動力型潜水艦ではトップクラス、米国は原子力潜水艦でトップクラスでは、日本領海内は世界最強なのかな。2020年10月に命名式と進水式を無事に終えた海上自衛隊の新型潜水艦大芸は、前級の総竜型11番艦東竜、12番艦欧竜をさらに正常進化させた艦艇だ。今回の命名によって大芸型と呼ばれることになったこの1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリーとモーターを組み合わせた通常動力型潜水艦である。大芸の推進方式は、前級の総竜型、東竜以後と同じではあるが、前者が元はスターリング機関と鉛製のバッテリーを搭載していたことに比して当初から専用設計された点が異なる。このため、さらに、総、竜型、東竜などよりも長い連続潜航時間、行動範囲を獲得し、かつ場所を必要としたスターリング機関を廃止したことで、艦内のスペース効率も向上したとみられる。このことは、大芸から、導入された乗組員のジェンダーフリー対策にも寄与しており、狭い潜水艦内にもかかわらず女性用の休息スペースを区画を分けて設けることも可能とした。大芸は基準排水量が約3000トンで、全長が 84.0 メートル、最大幅が 9.1 メートルとなっており、水中での排水量は未公表だが、4250トンから4300トン程度ではないかと推測されている。潜水艦の目であり、耳であるソナーも、新型の Z99-8 統合式が搭載され、これにより、従来型よりも、目標の探知精度、能力のさらなる向上が、図られており、ここで得られた情報を兵装とも連携する。大芸は、こちらも、従来型と同様に、艦首部分に6門の 533mm、魚雷発射管を装備しており、89式超魚雷や新型の18式超魚雷、また、対艦ミサイルのハープーンを運用することが可能となっている。ただし、新型の18式超魚雷はおよそ94億円と言われる開発費を投じて、2022年2月までの間に配備が進められていく予定であり、大芸の収益状況によって、これには多少のズレも生じるかもしれない。大芸は2021年度の概算の予算の中で、5番艦までの建造費用が要求されているが、2020年11月の現時点では、最終的に何隻が建造されるのかは、正式に公表はされていない。ただ、前級である、総、
竜型が11隻就役中、1隻偽装中、前々級親潮型が9隻就役中、2隻が練習艦であることから、親潮型との大隊を勘案し、合計8隻は建造されるとの見方が、有力視されている。2018年12月に発表された防衛大綱では、潜水艦の22隻体制の構築が、記されていたが、このままで推移すれば、双竜型12隻、親潮型、9隻に、太平洋を加えれば、一応、この体制が整うことになる。このため、太平洋型が、8隻まで建造される場合には、親潮型が2隻を、残してすべて代替されるか、もしくは就役する潜水艦を増加させる方向に、進む可能性もあると考えられる。現在の仮想敵国である中国海軍の増強のスピードを見れば、海上自衛隊の潜水艦22隻体制が強化されることも十分予期されるが、その場合には、現状で目慮している要員確保が大きな問題となるだろう。太平洋は約70名の乗組員が必要とされているが、前級の双竜型は約65名であり、通常動力型潜水艦として大型とはいえ、省力化という点では、課題を抱えていることも事実と言えよう。さて、日本では、太平洋の浸水によって、潜水艦隊のさらなる強化への期待が高まっているが、仮想敵国としての中国の見方が、どのようなものか、一例を挙げてみていこう。中国メディアの中国軍網は、2020年10月21日に、太平洋について、言及し、従来型の双竜型から向上した約2週間以上に及ぶ、連続航行期間を指して警戒を要するとの見解を示した。ことに、太平洋は、水中での静粛性が増加していることから、これを探知、発見し追尾することは難しいと評し、日本での下馬評と、そう異なることのない指摘を行っている。また、2020年10月17日の今日頭上という中国メディアは、前述の中国軍網と、ほぼ同様な見方を示しつつも、太平洋はあくまで、通常動力型潜水艦としては、優秀だとし、原子力潜水艦の優位を主張している。中国は、新型の原子力潜水艦を保有しているのだから、日本の太平洋が、いかに通常動力型潜水艦として優れていようとも、これを、上回ることはないとの結論を下した意見だ。確かに、燃料補給がほぼ不要であり、水中移動時も高速度を実現可能な。原子力潜水艦は脅威だが、対潜哨戒能力では、まだまだ日米に劣ると。言われている中国には、このままの状態でいてほしいものだ。日本が、原子力潜水艦を保有できないことには間違いがないので、同じ土俵で争わなくてよいように、できるだけ中国にはこうした今日頭上の意見を貫いてくれる方が後押しやすいと感じられる。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本が建造する潜水艦を羨ましい顔で見ている中国ですが、中国が最も興味を示しているのは先行進度でしょうか。今回はこの先行進度にも詳しく見ていきますね。そう、流型潜水艦は静粛性では世界最高峰という評価もあり、その性能は世界でも納得しています。米国でさえもです。中国の気になる反応を見ていこう。日本の海上自衛隊の潜水艦、そう、流型や太平型は、最大潜航深度は500から600メートル以上と揉めされているが、身のところは最高の。国防機密として明らかにはされていない。これは何も、日本の潜水艦に限らず、世界的に見ても同様なわけだが、一部には、自国だけでなく海外への輸出を実施するために、商品としてその性能が公表されている場合もある。例えば、ドイツの209型や214型といった潜水艦がこれに該当し、あくまでカタログスペックとはいえ、前者が約300メートル、後者が約400メートルほどの潜航深度だと公表されている。209型や214型潜水艦は、ギリシャやポルトガル、トルコといった、ヨーロッパの国々で主に採用されており、ベースとなった212型は、本国ドイツとイタリアでも採用されている潜水艦だ。このため、前述の潜航深度は、目安として、おおむね参考になるものだと、考えられているが、比較的に、沿岸周域の浅い海域を領海とする国が多いため、そのスペックでも、そう、問題な下げに見える。韓国も、基本的に、この214型をベースとした潜水艦を保有しており、最近ではさらに大型化、重兵装化させてはいるが、潜航深度に関しては、同様のレベルであろうと、推察されている。そして、身長著しいのが、何より中国であるが、2020年には原子力推進型、通常動力型の両方を合わせて、すでに70隻以上の潜水艦を保有しているとみられ、その中の一部のタイプは、輸出もされている。中国海軍が保有する、最新の通常動力型潜水艦が 039A 型、通常元型とも言われている艦艇であり、自国でおよそ20数隻を収益させ、かつ、対パキスタンにも輸出を行っていることで知られる。輸出様の 039A 型は S20 という形式名で呼称され、交渉の潜航深度は約300メートルとされており、ドイツの209型とほぼ同様な数値であることがカタログスペックとして謳われている。039A 型潜水艦は水中排水量約2400トン、全長72メートル、全幅 8.4 メートルほどの艦容であり、ディーゼル機関と蓄電池、モーターにスターリング機関を備えた非対機依存推進型だと言われている。ちなみに、ドイツの214型潜水艦は、水中排水量約2000トン前後、全長最大 67.7 メートル、全幅 6.3 メートルと、
一回り小型であるが、非対機依存推進である点など、コンセプトは近い潜水艦だろう。これらと比べ、海上自衛隊の大ゲイは、水中排水量推定4000トン以上、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと体積的には、倍に近いサイズ感であり、通常動力型では世界最大規模だ。また、当然冒頭に述べたように、その潜航深度は公表こそされていないが、500メートル以上であることが有力視されており、日本の領海防衛において、数に勝る中国海軍に質で立ち向かうと言えよう。仮想敵国である中国国内からの見方も、自国の 039A 型などよりも。そう、流型や大ゲイ型が、潜航深度を含む股間の能力では劣ることを、認めざるを得ない意見が、多数を占めるように思える。その反面、中国は、原子力推進型の潜水艦を保有しているとして、その優位性を打ち出す傾向も強く、攻撃型原潜であれば速度や、連続航行時間が大幅に勝っていると反論する向きも少なくない。しかし、日本側から見れば、中国の攻撃型原子力潜水艦093型小9は、2018年1月に尖閣諸島近海を先行航行したところを、海上自衛隊の必要な追尾を受け、自ら浮上した過去もあるほどだ。これが実戦ならという過程は、いささか問題があるかもしれないが、少なくとも、海上自衛隊の対潜哨戒能力が高いことは明らかであり、原子力潜水艦といえ、ど行動が、筒抜けでは意味をなさないだろう。こうした点を踏まえ、攻撃型潜水艦で直接日本と張り合うことを諦めた意見としては、中国は戦略型潜水艦を保有しているから日本より圧倒的に優位だとの違う視点をずらす意見も散見される。つまり、戦略型潜水艦に搭載する弾道ミサイル等の攻撃によって中国の優位は動かないと主張しているわけだが、確かに日本はそれと同等の兵器は保有しておらず、迎撃にも問題はあるだろう。これを考慮すれば、日本側も中国に向けた空対地、地対地攻撃用の長射程の巡航ミサイル等を装備して、報復的な抑止力を確保するしか今のところ、有効な対策はないように思える。ただし、政治的には、これが敵基地攻撃能力の保有であり、専守防衛を旨とする自衛隊の理念に反すると反対する向きも多く、まず中国よりも、国内のコンセンサスを得ることが先決だ。話を日本側の攻撃型潜水艦に戻せば、その存在意義はあくまで日本に向けた敵艦艇の接近阻止にあり、これを超えた戦略的な兵器への対応とは分けて考える必要があるだろう。2021年に入り、アメリカがバイデン政権に変わったこともあり、中国の台湾や尖閣諸島に向けた圧力はこれまで以上の高まりを見せていると考えて間違いない。
F3 戦闘機、F2 次期ステルス戦闘機開発が驚異的なスピードで、プロジェクトが進んでいるます。現在プロジェクトチーム500人が選抜されていますし、各パーツ類は出揃う形となっている。あとは、これを機体にするだけだが、F2 戦闘機開発時も純国産と願っていたが、F16 と似た感じに仕上がった経緯がある。しかし、今回は最強とも言われる。各パーツは、現在揃っている後は、ステルス戦闘機にするだけだが、三菱重工主導で、ロッキード・マーティン社との共同開発が今後進む中、多くの問題もまたある。日本の軍事機密を知られる可能性もあるし、F-35 と F-22 の第6世代戦闘機になるのかもしれない。そうなると、元も子もない状況、日本主導なだけだ純国産を見たい。では、次期戦闘機最新情報を詳しく見ていきます。F-35 と F-22 の合作になったら、F-35B 型も同時に作ったらいいのにな。独り言です。2020年12月、航空自衛隊の F-2 戦闘機の代替を目指す。次期戦闘機開発に際して、アメリカのロッキード・マーチン社を同計画の海外インテグレーション協力先として選定する予定と判明した。すでに2020年10月に次期戦闘機開発は三菱重工業を主幹として進行する契約が締結されており、今回のロッキード・マーチン社の件は大型の予想通りの展開だと言える動きだった。12月17日には、来年度、2021年度に、576億円の開発予算を投じることも、岸防衛大臣から公表され、予算、協業先の両面から、次期戦闘機開発がより、具体化されたことが、伺える状況となったと言える。ただし、これまでの現行 F-2 戦闘機の開発と若干ニュアンスが異なるように思えるのは、ロッキード・マーチン社以外にも、イギリスからの協力をも仰ごうとしている点が謳われている部分だろう。現状では、イギリスとの協業は、次期戦闘機の一部のパーツについて行われる。見込みのようで、両国で開発費を分担しつつ、出来上がったものを各々の次期戦闘機に用いるものと考えられる。イギリスの協業先といえば、今回の海外インテグレーション協力先の選定で、ロッキード・マーチン社と競合した BAE システムズ社が筆頭だが、以前、同社との関係も堅持する方向だと見られる。とすれば、BAE システムズ社が自国で開発中の第6世代戦闘機テンペストと日本の次期戦闘機は一部のパーツを共有する機体となることが予想され、新たな日英の連携が実現する可能性も高まる。第5世代戦闘機としては、いわゆる西側諸国ではロッキード・マーチン社のF-35 ライトニング2戦闘機が市場をほぼ独占しているだけに、アメリカのみに依存する構造の変革にも期待がかかる。いずれにせよ無人航空機の進展により、第6世代戦闘機は有人戦闘機の開発としては最後のプロジェクトとなるとの見方も一部には出ており、日本、イギリスともにそれを見据えた動きが必要だろう。さて、海外インテグレーション協力先として、
ほぼ本決まりとなった。ロッキード・マーチン社だが、同社は言わずと知れた F-22 ラプター戦闘旗や F-35 ライトニング2戦闘機を要する戦闘機分野のトップランカーだ。今回の次期戦闘機の件でも、競合となったボーイング社は、第5世代戦闘機では、ことごとく、ロッキード・マーチン社の軍門に、降っている状況であり、かつての F-15 や F-A-18 の、延命措置などで、なんとか存続している状態に見える。こうした状況が続けば、アメリカの防衛産業が、次第に合併や吸収によって、淘汰されてきた波は、ボーイング社にも押し寄せるのではないかと、余談ながら感じずにはいられない。前述のように、今後の戦闘機は、無人航空機の台頭が予期されているので、その分野でも、ボーイング社が、確固たるシェアを獲得できない場合には、さらに、その可能性が高まるのではないかと思われる。話を、日本の次期戦闘機に戻せば、今回のロッキード・マーチン社は、防衛装備庁が提示した大枠の3要素について、技術支援の、インテグレーションを提供する位置づけとなる。これは、まず、1点目は、次期戦闘機に搭載されるレーダー、及びセンサー、電子戦関連機器、データリンクなどコアシステムのインテグレーションを、行うことが要求されている。続いて、2点目は、無人航空機を含み、高度なステルス性能を持つ固定翼機を設計でき、かつ、戦闘機としての運動性能を確保する機体を実現できることが挙げられている。そして、最後の3点目は、コンピュータによるシミュレーションを取り入れた設計が行えることが要求されており、これら3点をクリアできる企業として、ロッキード・マーチン社が選ばれた形だ。こうして、防衛装備庁が示した、要求項目を改めて並べてみると、いずれも、もはや、戦闘機単体としての機能ではなく、デジタルな兵器システムの、打つ渡ることが求められているように思える。現在日本側が持つであろう技術としては、IHI 社がすでにプロトタイプを防衛装備庁に収めている XF9 エンジンや先進技術実証機シンシンで培った機体のステルス性などが挙げられる。今回機体そのものはスバル社が取り組むことが明らかとなっているが、 IHI 社の機関部を含めやはり限定的なハード面の一部にしか国産の技術では到達していないのが実情だろう。すでに自民党の一部の有志や保守系の言論人からも、次期戦闘機は海外への輸出、販売を前提にすべきとの提言も出されているが、日本独自でそれが判断可能かどうかには、疑問も残る。そもそも、対中国という点では、日本よりもはるかかに、その脅威を受けている。台湾に対しても、最も日本が支援できそうな潜水艦分野などについても、中国との関係悪化を恐れて、何もできていない。こうした点を鑑みれば、海外への輸出に足る兵器を開発することよりも、まず、政治的に中国と距離を置くスタンスを確立することが、急務であると思えてならない。
尖閣沖での中国海警局の動きが活発化しているのはご存知でしょう。ですが、艦艇の交代時にレーダーをオフにしているわ。知ってる人はあまりいないでしょう。今回詳しく見ていきますね。B3C 哨戒機から丸見えだったのです。それにしても、日本政府はどこまで検討しているのか、日米大での連携が。今後大事になってきますね。日韓での2カ国会議は全て開催されません。日本もついに切れましたね。2021年4月2日、尖閣諸島周辺の日本の領海に中国海峡局所属の公船2隻が侵入。約26時間経過後の翌3日に同海域を出るまで長時間にわたって領海侵犯を行い続けていたことが報じられた。これら2隻の中国海峡局の公船は尖閣諸島周辺海域で操業していた日本の漁船に接近する動きを見せていたため、海上保安庁の艦艇が監視を続け、中国側に退去の警告を継続していっていたという。中国海峡局公船による尖閣諸島周辺海域への領海侵犯は、先月の3月29日にも同様に2隻で行われており、この時も、日本の漁船2隻に接近する素振りを見せたため、海上保安庁艦艇が阻止している。頻発する尖閣諸島周辺の日本の領海内への中国海峡局の公船の侵入行為は、一方的に尖閣諸島は自国の領土だと主張する中国の事態の既成事実化を狙った行動との見方が大勢を占めている。ことに、2021年2月より改定施行された中国海峡局法によれば、中国側が必要と判断した場合の武器使用の基準が引き下げられるなど、実力行使を後押しする動きが続いており、予断を許さない。また、このところの2から3年の間で増えている状況としては、尖閣諸島周辺海域に進出してくる中国公船が水上及び対空レーダーをオフのまま航行して侵入、同海域到着時にオンにする運用を行っているという。こうした動きは、日本の自衛隊やアメリカ軍等に対し、中国側艦艇の尖閣諸島海域への出入りを把握させないと思って行われていると考えられ、より悪意を強めた行動だと見さされている。そもそも水上及び対空レーダーを稼働させずに中国側の艦艇が航行するということは、尖閣諸島周辺海域において日本の漁船など他艦艇との衝突の危険性が高まることを意味している。加えて、一部の中国側の艦艇は日本の艦艇用の民生用のレーダーを搭載しており、あえてこれを稼働させることで時間が中国公船であることを隠蔽する意図を持っていると考えられている。しかし、個人的には、こうしたアナログな手法で、自衛隊やアメリカ軍の、レーダー網から逃れようというのは、かなり無理があるように思え、そうした撹乱をしていることの誇示こそが狙いのようにも見える。また、こうした尖閣諸島海域での活動とは別に、中国海軍の航空母艦、
遼寧を中核とする艦隊が、4月3日には、沖縄と宮古島の間の海域を抜けて、太平洋に進出しており、総数は6隻に及んだという。航空母艦、遼寧は、中国海軍の練習用の空母との位置づけだが、今回、日本の領海や接続水域への侵犯はなく、これが同様のルートで、航行したのは、ちょうど1年前の2020年4月であったことも、記憶に新しい。その時は、アメリカ海軍の原子力航空母艦で、乗組員に新型コロナウイルスの罹患者が発生、隔離のため、一時的に太平洋地域で活動可能なアメリカの空母が一隻もない異常事態の際だった。そのため、従来、アメリカの空母打撃群を警戒している中国海軍が、この時とばかりに、自国の遼寧を、これ、見よがしに太平洋本面に展開させたことが、その当時も大きく報道された状況だった。最近の中国は、一時中断が伝えられていた新型航空母艦の建造を再開しており、この遼寧や続く山東と異なり、ついに電磁式カタパルトを装備した固定翼機運用型になると、召されている。さらに続く艦艇では、技術的な困難が伝えられていた原子力推進の実用化も、進めている模様で、目標として掲げている航空母艦6隻体制の構築を、確実に推し進めてきていることが確認されている。こうした中国海軍の増強に対し、この2021年4月8日にはアメリカの上院の外交委員会が戦略的競争法と訳される法案を示し、こうした中国への新しい対処方法を打ち出したものとなった。アメリカ上院の超党派から提示されたこの戦略的競争法は、日本や韓国との同盟を基軸として、安全保障のみならず、経済的な協力関係を堅持することが述べられており、注目を集めている。中でも、日本にとっては、現状中国の脅威にさらされている尖閣諸島について、日米安全保障条約に定められた、その第5条の適用対象であることを、明文化しており、極めて重要な意味を持つ内容だと言えるだろう。2021年1月に誕生したバイデン新政権をはじめとするアメリカは、前トランプ政権時代よりも、中国寄りの政策を採用する恐れがあると、見られていただけに、今回の動きは若干の安堵を伴うものと思える。しかし、例によって中国政府はこの戦略的競争法に対しても強硬に反対する姿勢を早々と表明しており、ウイグル問題にも踏み込んだ。同法の趣旨に対し、主権の侵害を激しく主張している。南シナ海の領有権の主張にも一向に譲歩する姿勢は感じられない中国だが、2021年が尖閣諸島に対する圧力をさらに高めてくることは間違いないだろう。
今年も、対戦哨戒訓練、シードラゴン2022が開催されました。今回は、この、海上自衛隊、P-1 哨戒機も参加した、合同軍事演習を詳しく見ていきますね。でも、韓国も参加していたけど、たまに来るよね。アメリカ、日本、カナダ、オーストラリアはわかるけどね。韓国とインドも参加だよ。最近、インドも微妙な動きを見せているけど、そうだこの時、ネバダ原子力潜水艦が配備されたんだっけ。では、海上自衛隊は2022年1月2日日から開催されていたアメリカ海軍主催の固定翼哨戒機多国間共同訓練シードラゴン2022が20日期に終了したことを発表した。シードラゴン2022には海上自衛隊から厚木基地所属の第4航空軍の B-1 対戦哨戒機2機が参加していた。この固定翼機多国間共同訓練は、アメリカ海軍の主催で開催され、各国の海軍、空軍の固定翼機対戦哨戒部隊が、主に、対潜水艦船、ASW、アンチサブマリン、ウォーフェアの訓練を中心に、実際に、潜水艦を模擬目標として、その追跡から攻撃までの対処について、それぞれ270時間を超える、飛行訓練演習が行われる。訓練の具体的な内容は、実際に潜航している潜水艦を目標として、上空から投下したその部位を用いて、目標潜水艦の探知、追跡、解析を行い、最終的には、爆雷や爆弾あるいはミサイルなどで攻撃するシナリオで、潜技をポイント化して評価し、訓練期間を通して最高得点を獲得した。国の哨戒部隊を最優秀部隊としてドラゴンベルトが授与されることになっており、昨年開催されて5カ国が参加したシードラゴン2021ではカナダ空軍第407飛行隊の C-B140 オーロラ B3C のカナダ空軍の呼称で参加したクルーがドラゴンベルトを獲得している。なお目標潜水艦は通常アメリカ海軍のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が担当するのであるが、今回、この共同訓練とほぼ同時期に、グアムに、オハイオ級戦略ミサイル原子力潜水艦のネバダが展開したことが公開されたため、戦略ミサイル原潜の行動が公表されるのは異例中の異例なことであるため、その参加があったのではとの噂が生じている。また、シードラゴン2022では実戦訓練の他に座学での訓練も実施され、集まった各国のパイロットと飛行士はそれぞれ国の対戦哨戒能力や固定翼機やその部位などの装備の性能を生かすように組まれた計画を披露し合い、実際の運用や戦術について意見交換をし合うものである。各国の部隊はただ競い合うだけでなく、同じ対戦哨戒という任務に就く者同士として友好を深め、訓練中以外のプライベートな時間においても、各国のクルーたちは対戦哨戒や偵察業務についての情報交換を活発に行い、それらのことを通して友好を深めることにつながっている。今回のシードラゴン2022にはアメリカ海軍、海上自衛隊、オーストラリア空軍、RAAF、カナダ空軍、RCAF、韓国海軍、ROKN、インド海軍、IN の6カ国の対戦哨戒部隊によって、各国とも、新型コロナ感染防止に必要な対策を講じた上で参加していた。参加した各国が、現在運用している固定翼対戦哨戒機は、アメリカ海軍、オーストラリア空軍、韓国海軍の3カ国が、アメリカのボーイング社製の B-8A ポセイドンで、この3カ国の機体は、ほぼフルスペックとされている。
P8A 破棄体内にその V ランチャーが搭載されているため、自動装填からの連続投下が可能で、ウェポンベイ後方にある7箇所の発射口から合計129本を投下できるほか、機内には手動投下口も設けられていて、海上の目印として投下する信号発煙照明灯、マリンマーカーや海面染色マーカー、ボールマーカー、折りたたみ式のラフト、いかだを投下できる。そして、その V ラックには機内からアクセスできて、ランチャーが故障しても、手動で投下口から投下して、哨戒任務を続行することができる。インド海軍は、P8A の電子装備を簡素化した P8I、ネプチューンで、インド海軍からの要望で、P8A には搭載されていない、AN/ASQ-508A 磁気探知機、MAD と、後方を探知する、APS-143C-V-3 マルチモードレーダーが搭載されていて、その他の電子機器は、一世代前の多少簡素化されたものが搭載されている。なお、P8A のオブには、尻尾のような MAD、磁気探知機ブームが、搭載されているが、アメリカ海軍の P8A には搭載されていない。その理由は、アメリカ海軍では、海面を低高度で飛行しての対潜哨戒を、P8A には行わせず、無人偵察機に任せるためである。カナダ空軍が運用している C-B140 オーロラは、アメリカのロッキード社製 B-3C オライオンのカナダ版で、B-3C のその V 発射口を減らして垂直パノラマ式カメラを搭載しているほか、対潜哨戒用の機材及び洋上監視システムは、アメリカ海軍の艦上対潜哨戒機 S-3 バイキングのものを流用して搭載している。また、機内の人員配置も B-3C とは異なっていて、搭乗員が連携を取りやすいように、戦術航空士学校を中心に、クルーがこの字型に座るような座席配置になっている。そして、日本の海上自衛隊が現在運用している固定翼対潜哨戒機は、防衛省技術研究本部と川崎重工業が共同開発した4発のターボファンエンジンを持つ、B-1 対潜哨戒機で、海上自衛隊が長く運用していたターボロップ式の B-3C の後継機として、2013年3月から運用を開始して、2021年までに42機が配備され、最終的には70機を製造することになっている。B-1 哨戒機の機体は、川崎重工業が主体となって開発、製造され、3、菱重工業が中道と高道を、スバルが主翼と垂直尾翼を担当していて、一部を日本飛行機が担当しているほか、エンジンは IHI が開発した F7 エンジン、システム面では搭載レーダーが東芝、音響処理装置が NEC、管制装置がシンフォニアテクノロジー、事故防御装置を三菱電機が担当し、空調装置は島津製作所、飛脚組み立ては、住友精密工業などが担当している純国産機である。対潜哨戒用その部位は、胴体下部にある主脚の格納部分の後ろ側に38個が装填されており、そのすべてに内部からの装填が可能で、その一部はロータリー式ランチャーによる自動装填となっており、機内に搭載されている96個のその部位を簡単に投下することが可能となっていて、乗員の負担が軽減されている。攻撃用の兵装は、空対艦ミサイル、91式空対艦誘導弾、AGM-84 ハープーン、空対地ミサイルの AGM-65 マーベリックの主翼下にあるハードポイントに、最大8発を搭載できるほか、機首下部にある爆弾倉に、対潜爆弾や単魚雷などを最大9トンまで搭載可能である。
また、機内には、休憩スペースやトイレを備えたギャレー区画があり、B3C では、電磁波の影響を受けるとされて搭載していなかった、電子レンジが装備され、乗員の弁当などを温めることが可能となっている。また、災害救助派遣などでの急患輸送にも対応できるように、やや広いスペースがある機種側に、急患用のストレッチャーを固定できるスペースがあり、医師などが動きやすいようになっている。防衛省は、B1 哨戒機の製造コストを下げたいとの意向があり、防、守る装備移転三原則にのっとっての輸出に力を入れていて、現在、まだ、B3C を運用している各国に、その後継機種として、売り込みを図っている。しかし、B8、A に勝るとも劣らない性能を保有しているにもかかわらず、これまで、防衛装備の輸出実績が、ほとんどない日本が、導入国での形式証明など手続き関連作業に不慣れである点や、高い価格と、アフターケアのサービス網が貧弱であることから、2022年1月現在で、まだ輸出契約を結んだ国はない。